皆さん、改めまして、こんにちは,にちはも。申し遅れました。第65回のアンカーの私は、D&I 推進委員会の飯島玲子です。総合 コンサルタントのパシフィックコンサルタントに留めております。第65回のテーマは通信技術者×着物コンサルタント。ゲストは高岡美香さんです。高岡さんと私は特定非営利活動法人女性技術士の会で一緒に活動しています。ホームページもありますので皆さんぜひご覧ください。では高岡さん。 自己紹介をお願いします。あ、こんにちは、高岡と申します。あのエヌティティフィールドテクノ、名古屋設備部の方で災害対策担当を今しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。高岡さんの防災対策担当ということでですね。はい。はい そこに、えー、至るまで、まずはじめ、学生時代のことをお伺いしたいと思うんですが、はい。はい。どんなことを学ばれてたんでしょうか。あ,あの、学生時代はあの土木工学の方を専攻してました。で土木工学の中でもあの、海岸工学の方を専攻しておりました。はい。わー、難しそうですね。<laughs> その土木を選ばれたのはどうしてだったんですかえっと、 けんあの自分が入学した学校が、最初土木と建築と一緒の、はい、あのなんていうんですか学、学部として入るんですけど、はい、専門家庭の時に、はい、あに建築土木と分かれるんですけど、はいあの、建築に行くとデザインとか芸術性を求められるかなと思って、はい、土木の方を選びました、えー、そうなんですね。消去法でそちらに <laughs> でも、その、そもそも土木と建築を選ばれるっていうことが、まあどうだ、どうして選ばれたんですかね中高の時は何か興味があったんでしょうか もともと、理数系の科目が得意で、でああのそっちに進もうかなと思ってて、も、はい、のづくりとか好きであの、レゴブロックとか、そういうのの子供の頃からすごい好きだったので、のそっちのこう建物とか、ねけんあのね、構造物とかを作る方に行きたいなと思って選びました。うんうん、わあいいですねはい ね、女の子の遊ぶ姿を思い浮かべるとなかなかレゴって出てこないんですけれどもきっとそういう環境にも恵まれたんですかああの兄弟男、うん、弟がいまして、はい、弟がなんかレゴとかを買ってもらってったんですけどそれを私も一緒になって遊んで <laughs> <laughs> ましたはい、男兄弟がいるっていいですねそれでレゴで土木に行かれたとはいで。はいね 今のお仕事に疲れたのはどんな経験があったんでしょうかあ、えっと、入社がですね、平成7年ということなんですけれど、はい、で、最初はまあ土木をあの専攻してたので、うん、入ってから NTT の中でも土木設備、あのマンホールとか、管路とか、あの東道とかをです、ね、担当する部署にいたんですけれども、うん でその後ですね、NTT の,、えっと、の,あの局の外の設備ですね、電柱とかあの通信ケーブルとかをあの担当する部署に移動になりまして、でそこであの投資計画とかあの設計とかを長年。 やってましたで、今ですね、2年、2> はい、去年からか、去年から、うん、あの、災害対策担当というところで、あの、災害対策のですね、ことをやる部署に今い、や、あの、います。<え>はい。で、あの、仕事、 をその設備の仕事をずっと続け,あのずっと続けててでその流れで今あの災害対策担当というところであの災害時にですねどうやって設備を復旧するかという計画をしたりあ,あ,、ええ、あとあの自治体とどうやって連携していくかっていうのをですねあの担当しています。 の台とかですね。はい、まあ、地震も大きなものが起きたりし、西、はい、日本でもあります。けれども、そういう時に。対応されるんですね。はい、あそうですね。あのお正月に起きたあの能登半島の地震の時も、はい、あのやはり。 能登半島で通信が孤立している避難所とかありますのでそこにですね、うん、西日本全域からあのポータブル衛星車といいまして、はい、衛星回線で電話の回線をつなぐ、はい、あの車両がありましてあのトラックをですねちょっと改造している車両がありましてでそれをですねあの避難所の方にあの あの移動それを東海のエリアからあの移動させて避難所にそういう衛星回線を開設できるようにしたりするっていうのをするんですけれど、うん、そういうのを東海から行っていただく方のですね後方、うんまあ、支援といいますか、うん、あのやっぱり被災地に行っていただくので、うん、あのそれなりのですね飲み水はじめなんかあの あの避難所に行くので、うんあの、そういった食べ物とかある程度持たせて行っていただくとか、うん、メンバーをどういうメンバーで交代で行っていただくかとか、うん、そういうのをですね、差、はい、配する担当をいましてます。すごい、はいもう。いつ起こるかわからないですから、本当すぐ対応するような。 そうですねそういうのが起こると災害対策室っていうのが、えー、あの本社の方でも立ち上がりますのでそこと連携してあのそういう支援を行うっていうのを動きますね、えー。そうですか、すごいあの大変で大事,大事な、ね、お,お仕事をされているなというふうにすはい体制で 夜間もとかね<あ>、うん、そうですねそういう時は20時間オンコール体制で、うんはい、備えますね。ですよね。あ<の>こちらでですねお子さんがいらっしゃるとお聞きしてるので、はいえー、子育てとかの両立というのは、はい、どうやって やっっってらっしゃったんですか、はい、NTT 女の人がですねあの<え>多い会社といいますか<え>設備部門っていうか技術系の部門は少ないんですけれどももともと電電公社の時代から電話交換手の方とか女性がたくさん働いてる会社なので、えー、あの育児給食とか産休とかそういった何てですかね あの、度が整ってまして、うん、で、育児給食とかも、あの、3歳になるまで取れるので、長いですね、はい。なので、うん、私も、あの、2歳半ぐらいまで娘が、うん、なるまで取らせていただいて、で、その後、時間短縮勤務っていうのも取れて、子供が、あ,あの、小学校3年生、 終わるまで、4年生になるまで時間短縮勤務が取れるで、うんえー、のでフルに活用いただいてはい、はい、子どもがやっぱ保育園小学校低学年の間は、はい、から4時までの勤務で働かしてもらったので、うん、あの両立もできたと思ってますあ。よかったですね。制度をフルに活用されて、はいはい 子さんもあの、生まれてすぐ大変だったっていうお話もありましたけれど。そうですね。あの、うちの娘が生まれた時、赤ちゃんの時にちょっと心臓疾患があって、うん、手術とかしても元気に治ってるんですけど、うん、やっぱりあの、小さい時、保育園の時とかは、風邪をひくとすぐあの、うん、喘息とか肺炎にすぐなってしまって、うん、すぐ入院っていう風になって、 出たんですけど、あの、そういう時も、周りの人が急に休みをと、一週間とか取ったりしても、サポートしてくれるので、ね、あの仕事もなんとか続けれたかなと思って、周囲の方にとても感謝してます。うん、よかったですね。はい。そういう社風がすごく影響しますよね。あ、そうですね。 で割とあの周り男性ばかりの職場なんですけれども、はい、の共働きが多くて社内で奥さんも、えーえー、NTT で働いてるとかっていう方とか、えー、あとあの看護師さんとか奥さんがフルで働いて見える方が多くて。えー あの、うん、子供はそういうもんだからっていうって、<laughs> あの、すごい理解して。あそれは、年上の年配の方でもそういうふうに言ってくれるんですかそうですね。で、年上の年配の方だと、お孫さんがいたりすると、<ー>あの、うちの孫もすぐ熱出したりするから、みたいな感じで、<laughs> <laughs> あの、結構ご理解、理解があって、助かりました。 でもほとんどね、ご自身の孫みたいな感覚でね。<laughs> そう,ですそうです <laughs> ああ、それはいい会社ですね。はい、じゃ女性も辞めずにずっと勤められるんですかあそうですねあの、辞めずに続ける方が多いですね。定年、うんはあ、を迎える方も。あはい、多いですあ。そうですか。はい。 女性の育成についてはどうですかあの技術系なので男性が多いのかなという気はしますけれど。えっと、もう男性多いんですけど、あの育成についても男性とあまり変わらず、いろんなの技術的な研修とか受けさせてもらえたり、仕事も分け隔てなく任せてもらえるので、とってもやりがいがあります。それははいいいですね、はい ちょっと残念なことに電柱に登れなかったっていうお話も <laughs> <laughs> ありましたが、えっと、私があの背が低いので1 5 0ンチないので、うん、あの入社した当時ですね電柱登るための同時なあの腰に回す、うん、あれがあの男性用のサイズしかなくって、うん、<laughs> あの私がすると腰から落っこってしまうので。うんうん うん、お前は登れ、登らなくていい。<laughs> <laughs> 残念でしたね。本当はね、<laughs> 登っていいはずだったけどっていう。はい、今はあの女性用のサイズもみんなあるので。うん、皆さん、あのそういう交渉作業も。はい。後輩は一生懸命やってますので。はい、良か,かったです。で、ね、えっと、なんか作業者も。登場したっていうことです、ねこ。交渉作業者とか。業者<ー>はい。 女性もそうやって変わらずに作業できるんだなっていうのを意識して、うんまあ、会社のねそういう姿勢がやっぱりあるんだろうなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、これからの働き方っていうのはどういうふうにお考えですかえっとこれから私自身ですかね、えー、まだ定年退職まではあるので自分がですねあの子育て中いろんな人に カバーしていただいてサポートしてもらってたので若い方がそういう子育てとかで大変な時にサポートできたらなっていう思ってます、うん、はい、はい、であと、まあ、定年退職までちょっと、うん、あのワークライフバランスをですねちょっとどういうふうにかん考えようかなっていうことであの着付けの方もですね頑張ろなと思ってますそうですねいよいよ着付けの話が。<laughs> 言ってはありましたけれどもね、はいはい、あの。そう、あの着付け講師をされているということで。はい、あの、何しろ通信技術者かける着付けですからね。はい、本当お聞きしたいんですけど、これは、えっと出会いから、お話いただけますか。えっと着物は、あの、本当に、ま、全くというか、いつもあの。 自分は祖母とか母が着物が好きな人だったので、うん、着せてもらうばっかで、うん、習う気さらさらなかったんですけど、うん、30代半ばぐらいの時にですね、うん、なんかあの地下鉄の釣り広告でたまたまこの浴衣コンテストの広告を見つけ、うん、友達と開かしで出てで、うん、あのちょっとした賞をいただきまして、はい、無料券あの 着付け講座に通える無料券をもらえたのでただなら通ってみようと思って、はい、あの習ったらハマったという感じでハマ,った <laughs> ハマったんですねはい。そど,どうしてハマったんですかどんなところが魅力だったんでしょうか もともと時代劇とか大河ドラマ好きだったんですけれど、えー、であのそういう世界でもやっぱ着物たくさん出てくるので、えー、そういう日本の,あの歴史とか文化とかを感じれる部分とか、えー、奥が深い。 部分があるので、はい、やっぱりどんどん習えば習うほど。はい。っていくという感じで、えー。素敵ですね。なんか広がりがあるんですね。そうですね。はい。はい、着物と、そう、着るというものとしての魅力もあるけど、その背景が。はい、背景が、はい。いろいろあって面白いので。このほ素敵な着物。着られたですね。お写真をフェイスブックで。 あのたくさんアップいただいててね本当にうっとりしちゃうんですけれども <laughs> あの、ね、ぜひねあの高岡美香さんで検索すれば出てくると思うので、はい、ぜひあの画感、はい、ある方見ていただければと思います。よろししくお願いします、はい、このえちなみに職場ではこうした、はい、この何でしょうかその講師着物講師ということで,です、ねはい、お仕事としてもされてると思うんですが。 はい、副業的なことの位置づけっていうのはどうなってるんでしょう、えっと会社的には副業全然 OK で大丈夫な会社いで皆さんあの私は着付け講師とかもやってるんですけれどあのキャリアコンサルタントとかの仕事を取ってされていたりんか本とかを書いたりする方も、えー <laughs> いいろろですであとボランティアとかでボーイスカウトのあゆ団長さんとかをされてるとか子供の,あの少年サッカーだとか少年野球の監督コーチをしてるとかっていう人もたくさんそういうのもね報酬が出るっていうことで副業の一種なんですねはい。はい こう趣味とかやりたいこと好きなことの延長でやってる方とメディアコンサルタントみたいな少し本当に仕事的な、はい、そうですねされてる方もいろいろですはい、えー、なんか変わった副業されてる方いますか副業副業変わった副業あの予備自衛官っていうんですかねあの、はい、普段は普通にあの会社員とかされててなんか <laughs> 有事とかあって、自衛官の数が少ないと、こう、招集されるっていう脳に登録されてる方とかもいて、うんで、年に1回とか訓練に参加しなきゃいけないってなると、はい、1>, 1週間とか、有気を取って参加されたりしてます。はい、すごい, <laughs>、はい。なんで、割と皆さんの趣味とか、そういう、っていうか、うん、そういう自分の 会社員じゃない世界も頑張ってみる方が多いです、えー。そういう環境があったからこそ、高岡さんも今があるようなものなんでしょうかあ。そうですね。なんか、やっぱり仕事だけっていうのだと、ダメだよっていうのも言われてたので、えー、若いとか。なんかこう、趣味とか、はい、か持つといいよっていうのは。 先輩方からいろいろアドバイスっていうか言われてたのでそうしたもんだなんだと思いながら自分はじゃあ何をしようかなっていうふうで、ん、入社してから探してましたね。そうわ、うん、<laughs> 割とそういう方が多い,、うん、多いっていうか人生楽しめれてる方が、うん、多いです。うんはい そうですか。なんかそういう、なんか非常にハードなね、お仕事をされている反面、そうやって皆さん、はい。ね、自分の世界も楽しもうという。はい。そうですか。それは素敵ですね。はい。なんかね、仕事が趣味になってしまいがちな、こう、日本人の中で <laughs> <あ>、<laughs> ね、ダメだよって若い時から言ってもらえるっていうのもね、はい。違いますよね。はい。へま、えー。あまあ まだその退職までしばらくあるっておっしゃってたんですけれども、はい、その中でこの副業も続けながら、はい、あとはお仕事の方では、まあ、若,若手の女性の育成ですか、はい、それを叱られたいとおっしゃってたのでちょっとそこもお聞きしたいんですが、はい、ど,どうなんでしょうか今の現時点の若手女性の活躍状況というの、えっと、そうですね あの私が入社した頃とかよりかは増えてきてるんですけど、うん、まだやっぱりあの技術系の職場だと1割ぐらいかなていて増えて1割なんですね、うん、はい、あ、やっぱり男性が多いのでもうちょっと増えてもらえると嬉しいなと思ってますでやっぱりあのどんどんそういうあの現場とかにも 出ていく人も増えているのでそういう現場の環境とか、うん、もっと良くなればいいなというふうには思ってます現場の環境はどんなとこが改善できるんですかやっぱりですねあの先ほども言ったようにあの、うん あのとか今あの交渉作業の時はフルハーネスになるんですけれどあ女性用のものがあったりあの交渉作業車とかも、えー、昔はミッション車しかなかったんですけれど <laughs> 今のオートマ車とかもあるので <laughs> 運転しやすくて<ー>、はい、そういうものがどんどん入ってくると<ー>工具とかも、えー、あ,のあまり力をかけずにできるようなものとか開発されてきてるので。 あのそういったものがですねどんどん浸透するといいなと思ってます。うん、職場の環境ですね。そうですね。まあ、ツールとかね環境を変えるところが大事なんですね。はい、そ,そうするとまあ、ハード面の課題だけでこの意識とか、はい、そういった面はまあ、あまり変わった感じられないような今までお聞きするとそんな職場かなと思いましたけれどもね。 そうですね、でもやっぱり男性が多いのでどうしても女性育休を取ったり時短勤務を取ったりするとそれがちょっとハンデにもなったりするのであのもっとですねこう、働きやすいというか、はい、子育て中もなんか活躍できるような、うん、そういうふうになればいいなって思ってます。うん 時間制約がね、どうしても子育てなん、ね、あるので、はいうん、それが、まあ、将来の,この評価とか昇進にこうそうです、ね、影響しないように。コロナ中にやっぱりリモートワークとか、はい、そういうのもすごい浸透したので、はい、あのなので転勤とかあってもあの、リモートワークで本社、 勤務とかもできるので、今、だいぶあの単身赴任とか転勤をしなくても本社勤務とか<え>そういったことができるので、どんどんそういうのを利用して活躍していってもらいたいなと思ってます。いいですね。はいの。遠隔地に住んでても移動ができちゃうっていうことですね。はい。はい、から名古屋に住んでても本社勤務、うん、あの本社は大阪なんですけれども。 でできちゃううとい風うう男性も割と皆さんの単身赴任しずにリモート手で勤務されるようになったのでいいことだなと思ってちょっとも期待してます若手の女性がどんどん活躍して管理者とかになってくれるのを期待して今 <laughs> 応援してるっていうような状況です。 はいですね、そういう柔軟な働き方が、そうすると、はいはい、引っ越さないで移動が自由にできちゃうというね、たまたまに出社すればいいみたいなあそうですねあの、週に1回とか、月に2回、3回ぐらいとか、うん、そ,そういう感じで働けるので。お母、えー、さんとしては、そういう働き方をして、女性が増えていくことを。はい はい、応援したいなという。あはい。ねえ。ですね。はい、中岡さん、ご自身はどうですかその、これから定年までとその後に、この着物とお仕事のバランスとか、はい、ご自身にとって一番いい,あ一番い,いあの今、仕事が、やっぱりこう災害対策担当ということで、はいあの 二十四時間いうなところがあるので、うん、なかなか着物の方に力を入れれないんですけれど、うん、もうちょっとあの仕事の量減らせたら減らせたら <laughs>、ね、小さい声で定 <laughs> 年退職後にあのい、はい、教室を本格的にできるよう準備をしたいな、うん、と思いながらなかなかできずという段階です。うん、はい ちょっとタイミングがね、うん、ありますもんね。ね。なので、マイペースでできたらな、うん、と思ってます。うんうん。だんだんそういう状況に持っていきたいという。はい。どれです、ね。ええ、はい。この着物の巻き付けとかお仕事をされてて、一番嬉しいのってどういう時なんですか？あ、料理しててですか？ですね。うん、あ、えっとやっぱり全然あの。 仕事の方は男性ばっかりの、それちょっと硬めの仕事なんですけど、はいうん、着付けの方は、なんか本当に真逆の世界なので、はあ、あの、なんていうんですか、仕事のストレスが着物で発散して持っているみたいな <laughs> 感じで、で、あの、<laughs> パラレルワールドじゃないですけど全然違う世界を、はい、体,体現できるというか、はい、経験できるので少し、うん、視野も広がるというかあ<ー>はいあこういう世界もあるんだよねみたいなことを思えるので、うん、あの仕事のストレス発散にはすごくいいなと思って。<ー>そうするとこの,この若い時の先輩の助言が間違ってなかったという。<laughs> そうですね。皆さんそうしてきたんだなって。当然、ね。<の>分かってる。ね、はい。そうですか。なんかぜひ、そのパラレルワールドをですね。これからも。楽しんでいっていただきたいなと思いました。はい。今日、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。